はい、ということで第2弾というところで出張出張 YouTube 第2弾第1弾かな、これはとりあえず2本撮ってるんで次はですね、最初紹介しなくていい。あ、マッチです。カイコです。ワサワラです。なんか僕みたいにちょっとなんかなんですか、その普通のカイコです。でもさ、全員がやりだしたらさ、不安がやっぱキャラが立たんくなるやん。うん、そう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 、うん、不安を立たん、なんかそう引き飛ばせるために俺らは落ち着いてる、うん、ああ、それが大事。ああ、うん、ええやん、ええやん。前さ、下がってさ、顔の大きさちっちゃくすんなよ。いや、ええやん、ええ、ええ仕事するやん。前で今ここに年齢出てんだろうな。すいません、ありがとうございます。いやいや、はい、今日はじゃあ、はい、今回はですね、MKの、新しいリムというところで、名前はですね、ここです。せでん MKMX のリムをちょっとレビューしていきたいと思います。イエーイ。あれっすよ、発売してすぐ。そうですね、まだ使ってる人ほとんどいないんじゃないですかね。じゃあもうこの動画すごい需要もあって、はい、再生回数も伸びる。ナショナルチームの武藤選手が愛用していて、武藤選手が、はい、カニエさん。あ、そうですね、カニエさんも最近。あ、そうなんですか。うん、打ってると思う、はい、MKS と MKMX ですね。最近ね、ツイッターでいろんな発信もされてるというところで、はい、相変わらず打ち方綺麗ですからね。ですよね。なんか上手い人って何ですかね、その間だってもう上手い人と。大丈夫、お前も上手いよ。違う、もうアップにしてくれよ、これも。僕震えちゃうんですよ。ということで、実際にこちら、ちょっとちゃんとね、アップで。MK! MX! 書いてあります。下に MX、裏に書いてある。あれ？これ下に書いてあるんですか？ MX。下に書いてある。これもそうじゃない？ MK です。MX のね。へぇー。こんにちは。今ちょっとね、ちょっと高校生が挨拶しに。こんにちは。ちょっとこれ、しあれ、ちょっと待って、皆さん、これはね、ユニチューファンであれば、もう気づいているであろう、こちらのクリップ。おっ、あ、クリップです。ちょっと今、テープでね、見えないんですけど、ね、色が違うの分かるかな。これですね、え、ていうか、え、これって純正ですか。純正？これって、え？純正じゃないよ。どこのやつなんですか？これダイナスティー。ダイナスティー！ありがとうございます。ロゴ X。これ、もう。10と15度変えれるのかな？角度。あ、そんなに？あ、そう。幅広く、角度が変えれます。マスター、ありがとうございます。これ、ちなみに何度ですか？こちらは何ですか？10度です。10度、こちらは10度でございます。10度、15度？ 5 度、 5 度、 あ、5度上がりすぎ。20度って思って、5度になってるやん。ごめんなさい。でも、それだけ、うん、まあ、グリップがすぐ簡単にやれるっていうところで、うん、ということで、MX をレビューしていきたいと思います。 MX もデザインいいんですよね。かっこいいね。いいよね。ちょっと最近ね、なんか黒のリムっていうのが流行ってるよね、うん、なんかこの、この辺の、まあ、ちょっと見えないですけど、線があって。これ本当は MKS を使うとここに穴が開いてて、センターがすぐに分かるようになってて。あ、そうなんですか。リムもこれですぐにまっすぐに通ってるかが分かるようになってるっていう読みらしいですよ。デザインからこうプリントしつつしても、こうチューニングのところまで考えて、これのことを考えて、こうチューニングもうこれでもさ、前の MK のリムよりもだいぶ細くなったよね。そうだね、なんか細くなりつつありますね、全体的に。なんかこうベラシティとかって、これチップが大きかったようにしてるって結構なんかこうか見るからに硬そうなリムだったんですけど、それがこうなんかちょっと最近風になって、ちょっと僕喋れてないので、ね、最近風になってきたような感じがします。
あとなんかずっとリムってさクリアを塗ってたイメージだけど、はい、これはなんかマットだね。そうなんですよ、それがかっこいいんですよ。かっこいいよね、これまたいいマットが落ち着いたね、色で。あ、っていうことはもう俺はもうそんな派手なの好きじゃないと、もうちょっと落ち着いた方がいいなっていう思った。あなたぜひ、こんにちは開始してまだ1本持ってなかった。どうですかね、引きの感じは。ちょっと今クリッカに、あちょっと黙ってなんで撃ったらわかるけどね、なんか、なんだろう、あの、ポンドが軽いんじゃなくて、リムが軽い。どういうこと？本当に、重さが MK って硬いの。硬いし、ちょっとこう、分厚くて重たいイメージがある。引きが軽いってこと？いや、違う違う違う、引きじゃなくて、リムが軽い。リムがない。どうした、どうした？どうした？じゃ撃ったらわかる。なんか、撃ったらね、リムが消える。もうハンドルだけの重さ軽い、めっちゃ。そんなに、うん、撃ちたくなっちゃうよ引きもめちゃくちゃ軽いんですよね、非常に。アンカリング時とかがすごい安定しやすい、うん、奥が柔らかい感じがするね、うん。最近こういうのがやっぱ流行りなのかな、今ですね、結構やっぱ楽に打てて、なんかこう、その分帰りもしっかりしてくれるっていうのが、うん、なんか一見矛盾してるように見えるんですけど、メーカーさんが頑張ってくれて、このリムの質量自体を軽くすることによって帰りが速くなってるんだと思いますよね。うーん、細くなったり薄くなったりって結構こうイメージ的にはありますね。いや、これすごいね、リムなくなるで、なくなるわけないやん。マジ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 